こんにちは。こんばんは。雪ね、そう、雪は降ってないんじゃないかな。どうなんだろう。最近さ、そう、喋ってください。そうだよね。PC のカーソルのさ、矢印がなくなることがあるんだよね。それってどうしたら出てくるの？出てくるようになるのかな？どうも、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ね、みんなさ、クラブハウスって知ってる？なんか最近。最近のさ、なんか、流行りなの？素早く動かす クラブハウス知ってる？あれどうなの？ウーガのインスタライブに参加？そうなの？素早く動かす。へえ。クラブハウス、やっぱ みんな みんなやり始めてんだ。あ、面白いの。そう、招待制の SNS みたいな。なんかここに来て一気に広がってんのかな。大原のクラブハウスじゃない。大原のクラブハウスじゃなくて。でもあれってどういうふうに使うのが楽しいんだろうね。あ、そうそう、二人しか招待できないみたい。何が面白いの？何を聞いてると面白いの？よくわかんなくて、使い方が。なんか、教えてほしいなと思って使ってる人いたら。興味ないです。はぁ、あ。そう、使い方がわかんないのよ。何をしたらいいんだろうなっていう。でもきっと、音声チャット、でも多分面白い。目しんどそう？本当？全然そんなことないよ。ついていけない。わ かる。俺もついていけないのよ。全然合わない。あ、寒かったのであんかけチャーハン食べました。いいね。あ、そうです。赤ワイン。これね、トクラが作ったワイン。そう。ワインですね。今日ね、遠藤航の、インタビューっていうか、撮ってきましたよ。ちょっとね、微発泡のワイン。そう、クラファンのやつ。お、毎日筋トレ頑張った。すごいね。今日の晩ご飯は、なんかね、焼肉丼みたいなやつだった。焼肉丼と、なんだっけ、こんにゃくと、渡る元気そうでしたよ。やっぱ充実してんだろうね。まあスーパーサッカーで見れると思うんで、見てください。いや、髪の毛短くしようかな。てか染めようかな。どう思う？沖縄に住んでるのにキャンプ行けない。え、あれなの？非公開なんだ、みんな。そっか、そうだよね。確かに、そりゃそっか。
現在入院中で病院から見てる。お、なんで？どうしたの？大丈夫？いいと思います。本当ですか？何色にしようかな。でもさ、やっぱちょっと白髪がさ増えてきたんだよね。そうそう、白髪が増えてきて、帽子？帽子は帽子はこれ。47 N 張りのやつです。シルバーアッシュナチュラルブラウン、ナスチャンネル。お、明日バイトの面接なんですが、今の段階から緊張して。そんな大丈夫だよ、人生決まんないから。それで、でもその緊張が大事だよね。緊張してるっていうことを知ってることが大事じゃない？いいと思いますよ。うん。ロマンスグレー。男の人は白髪いいの？あれ？帽子？あ、なに？帽子？なに？なんて？あ、椅子は何を使ってるんですか？あ、ごめんごめん。椅子ね。今俺帽子って見えちゃったんだよね。なんでだろうね。椅子ね。椅子はこれはわかんない。なんだろう。なんか、こういう椅子。なんていうの？人、なんとか工学。人体工学？あれ？なんか、そんな。大勢の前で話すときのコツを教えてください。あ、大勢の前で話すときのコツ、あるんですよ、実は。これ。でもな、これ話しちゃっていいのかな？椅子ですよ、椅子。そうだね。恥骨結合炎。ああ、なるほどね。関東のゴルフ場で好きなゴルフ場はどこですか？なんとも言えないな。どこのゴルフ場も好きだな。子供のおむつ替えながらインスタライブ見てたら、うんち手につきました。大丈夫ですよね。自分の子供のうんちだったらいくらでもついても大丈夫ですよ。あ、新調したメガネ。あ、実はね、まだ視力を測ったのでまだですね。うん。あ、コツね、知りたい。そうなんだよね。もったいぶってるというか、なんか話し方をさ、学ぶ場所でさ、お金払って学んだことだからさ、その人たちの商売上がったりになっちゃうとちょっとあれかなと思ったけど、簡単に言うと、自分の話を、例えば100人ぐらいが聞いて、100人じゃなくてもいいか、じゃあ20人聞いてくれるとするじゃないですか。その20人のうちの、一番興味持って聞いてくれる人に対してもう話をするだけ。
で、それが例えばまあ4つのブロックに分けるんですよ。5555で、例えばそしたらその中の1人5人20人だったね。その中その人に向かって一番興味持ってくれてる人に対して話をする。そうすると自分に興味を持ってくれてる人はうんうんとか笑ってくれたりする。そうするとその仕草とかっていうのが隣に伝染していくらしくって、だからそのポイントポイントである、程度のなんていうの、大枠のグループ自分で勝手に分けて、でその人に対して話すっていう感じをするらしいですよ。霞ヶ関ゴルフ場は行ったことありますね。フィアット 500X 乗ってますよ。視力コンタクトの度数でいうと 7.00 だから0.01ないぐらいかな。オーブたくさんの総選手に大好評。そうなんですよ。まあ自信持ってますし、アスリートだけじゃなくて全ての人にとっていいと思いますけどね。今年のレッツ何位予想ですか。まあすごくね、期待できるんじゃない。うん、西選手とこの間ちょっとね話したけど、いい感触持ってたと思うよ。うん、ズームで大勢で話すこともまあそうじゃない、もう気に入ってくれてる人っていうかね、自分に興味持ってくれてる人に話せばいいし、全員をね納得させることなんてできないから、ね、興味持ってくれてる人ねに話すのがいいんじゃないですかね。ねえ、ウェブで話すの難しいよね。そう、反応してくれる人に話せばいいんですよ。うん、そうですよ。お、川越に住んで地元富士市。お、すごいな。プロテイン美味しいですよ。コンタクトの度数同じ。お、すごいね。龍ヶ崎、難しいみたいですね。お腹の調子良くなりましたよね。うん、そう思いますよ。お肌の調子も良くなると思います。本当に。どうやったらお給料上がりますかね。ね、これからちょっとね厳しくなりそうですよね。経済的にも。阿部600試合あと23試合なの、すごいな。へえ、ユニクロのパジャマ買ったパジャマ買ったよ。そうこの間さ、新しいストリームヤードっていう、なんていうの、そのこうオンライン会議の会議とか
オンライン配信とかできるやつ、まあ、YouTube とかとも接続できるやつで、それすっごい使いやすかったよ。いつもより表情が硬い、お酒が少ない。パーカー？このパーカー？このパーカーはね、あの、あれですよ。あれ、フィデス。フィデスだっけ？フィデス。元サッカー選手の小林さんがやってるやつですね。どこで髪切ってますか？代官山です。オリンピックやると思いますか？オリンピックね、すごく難しいですね。小学生でもプロテイン、小学生はもう食事でしっかりとることを覚えなきゃいけないですよね。テレビ出るときメイクするんですか？もうバッチリしますよ。バッチリ。いや、軽くちょっとね、ファンデーション塗るとかはありますけど。ちょっと、なんでしたっけこれ。まつげをビューラーで。やらないな。酪酸菌が花粉症にいいとき、聞いたのですが、どうなんでしょう。そうですね、こう免疫をコントロールするというか、まあそういう菌の作用もありますね。オーブベースに入ってますよ、酪酸菌。おしゃれなベンチコート、おやすみなさい。え、美容院閉まってるんだ。じゃあどうしてんの？ドイツでは自分で切ってんの？オリンピックね、見たいよね。カモラネージ。カモラネージいいね。お風呂が沸きました。はい。便秘すぎて仕事中たらるそうになってびっくり。マジで。ゴルフレッスン系の YouTube とか、いや、レッスン系もまあ見るけど、ショータイムゴルフってわかる？ショータイムゴルフ、それは実はその翔太くんが、僕番組やらせてもらって、あるその、まあ、QT っていうのに、まあ、出て試合をやるんだけど、そこで一緒に回った子なの。ドライバーね、300ヤード以上飛ばすし、すっごい上手い子なんだけど、その子の YouTube とか見てますね。オリンピックとワールドカップ今出れるならどっち？ワールドカップでしょそれは。あ、 YouTube 見てくれてるんですか？ありがとうございます。慣れましたか？まあまだですかね。まあこれから続々と出していくんで見てください。今日みぞれだったよね。明日美容院行く。いいな。俺も美容院もう行きたいな。リフティング何回できますか？何回だろうね。わかんない。先週は彼女に切ってもらった。おお、いいじゃん。素敵。オーブベース飲んだらヨーグルト食べなくてもいいですか？
それはまたちょっと、ヨーグルトも一緒に食べてもいいんじゃないですか。あの菌の種類が違うんで。でもヨーグルトって大体一つの菌なので、まあ僕はオフベースの方がいいとは思いますけどね。ストレス系のお腹の改善にオブさんはいいと思いますよ。まあものは試しなんで、あの試してみていただけるといいんじゃないですかね。あ、コロナワクチン打つ予定？え、そうなんだ。金髪。高校の後輩。あ、そうなの。コロナで静岡に全然帰れてません。そうだよね。帰れないよね。帰れないね。まあ本当に耐えるっていうかね、みんなで頑張りましょうね。オーブの内容がいいのはよくわかってるんですが、肝心のなんていうのこれ、コーティングは何を使っていますか。胃で最初に溶けて吸収される。胃では溶けては吸収はされないですね。あの菌って別に死菌でもいいんですよ。生きている必要も実はなくて、というところも含めて、あのまあ、コーティングっていうところにそこまで、あの実際に大きな影響というところは、最近の研究では、まあ、資金でも全然問題ないと言われてますね。好きなプロゴルファー、マキロイ。オーブのプロでいつでも買えますよ。子供にリューティングのコツ、あのね、リューティングのコツはね、もうね、自分で、感覚で覚えるしかないですけど、落とさないようにするっていうことですよね。基本落とさないように頑張る、落とさないように頑張るってことは、どうやったら落ちないようになるかなっていうのをね、子供自身が考えなきゃいけないですよね。でも間違いなくこう平行に、なんだろう、まあこれでいいか。コツで言ったら、これボールだとするじゃないですか。こうなってたらここ行きますよね。こうなってたら上に行きますよね。こうなってたらこっち行くじゃないですか、っていう話ですよね。だこの面をどうやって作るかみたいな、足でね、こういうふうに作るのか、こういうふうに作るのかって感じじゃないですかね。ワインですよ、ワイン。マキロイのスイングかっこいいよね。週何回ボールを蹴ってますか？0回ぐらいじゃない。ミドルシュートを枠に入れる方法を教えてください。ミドルシュートを枠に入れる方法、簡単ですよ。ちょっとわかんないな。おガリガリトレーナーさん、
おお、僕はフォローさせてもらってるんですけど、ね、面白いですね。そんな飲んでないですよ。週何回スイングしてますか？週ね。シャドウも入れたら4回ぐらいしてんじゃない？毎日欠かさず飲んでくれてる。あ、飲むタイミングね。寝る前が僕おすすめですね。寝る前。うん。寝る前おすすめです。寝る前おすすめですね。オートファジーと筋トレって共存ない？ごめん、オートファジーって何？初めて聞いた。オートファジー。相川さん？え？亡くなられたの？嘘。え、相川さん亡くなられたの？ええー、そうなんだ。いや、いつも引退してからもいつも声かけてくれて。え、どういうこと？以前マッチングアプリについてコメントもらって、それから彼女できました。どういうこと？マッチングアプリのコメント俺したの？覚えてねえや。あ、そう。よかったね。おめでとう。あ、16時間食事を取らないことでオートファジーが起きるの？ああ、16時間のやつね。ほん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 。どうなんだろうね。でも空腹があるってことは結構大事だっていうよね。まあお腹がいっぱいな状態ってこう微妙だよね。キャンプとかしないですか？キャンプね、キャンプしたい。あ、旦那さんがお医者さんで非常にコーティングを気にする。だからその生きて腸まで届かなきゃいけないっていう話じゃ最近の研究だとないんですよね。腸内環境を整えたら花粉症が楽になったりというふうに言われてますね。多くの方がそれで、症状が軽減されたとかっていうところを言ってますね。腸活するとスポーツ選手にどんなメリットありますか？いや、スポーツ選手。吸収とかね、疲労の回復早くなったりするんじゃないですかね。タワマンに住みたい。いや、腸まで届かないわけじゃないんですよ。腸まで届いてるんです。細菌が、生きてる菌が腸まで届かなくても、はい、効くんですよ。中にいる腸内細菌が食べるので、それをまた、食べて、ものを代謝してみたいな。もちろん生きて届いて、その効果を発揮するものも当然あるんで。おお、ジャーマニーから、ありがとうございます。
さあ、ごぼうっていいですか？まあ、いろんなものを食べるのは大事ですよ。いろんなものを食べてください。お、もしかして、師匠も見てくれてるんですか？お。健康マニア、サッカー選手、あ、山田裕貴は健康マニアですね。母乳の研究はしてないな。まあ、腸活って言葉もね、おお、ほら石倉さん、打ち合わせ楽しみにしてますよ。僕もうち結構面白いと思いますよ。はい、これから目指すものも含めて、マジでめちゃめちゃ面白いと思います。ちょっとね、やっぱね、デジタルにもさらに僕らも強くなっていかなきゃいけないんでね。おお、最近カフェでプロテインスムージー販売してらっしゃるっていうね、見てますよ。ね、僕らもそのやっぱプロテインスムージーね、いいと思ってるんで、なんかもしね、一緒になんかできることがあったら面白そうですよね。ガリガリさん、とにかく痩せたい。まあ、カロリー、摂取したカロリー、消費したカロリー、あとは腸内細菌というか腸内環境はどういう風になってるのかですよね。腸内にいる菌は何種類あるか、まあ、1000種類ぐらいあるって言われてますね。毎日同じ時間にうんちがしたいです、アルコール消毒による常在菌への影響、これはアルコールって飲酒のこと、それともこの皮膚の常在菌の話。プロテインでもカプセルと同じような菌が入って、はい、入ってます。僕らのやつは入ってますね。アスリート菌ミックスが入ってますよ。あ、オーベース、私は2粒が合ってる。あ、そうなの。面白い。痩せる菌ってあるんですか？それは FB 比率っていうやつなんですよね。ファーミキューテスモンとバクテロイデテスモンのそのバランスがどっちかによって太りやすいとか痩せやすいとかあるんですよ。おー、ここにも詳しい方がいますね。ヨシさん、詳しいですね、やっぱ。まあ、そんなに食べてないのに痩せないです。もしそれが本当だとすると、まあ、吸収率がすごく高いっていうことなんでしょうね。あれ、マー君楽天復帰になる、復帰するの？あ、皮膚ね。まあ、アルコール、まあでもあんま関係ないっすよ。まあ毎日ね、例えばね、アルコールをやるとか、まあ手の消毒ね、あるけど、そこまで関係ないんじゃないかな。S 級ライセンス、僕はライセンス一つも持ってないです。毎日会社の時間だけでうんち4回するって、それって量がどのぐらいかにもよりますね。
元ローマのトンマージは、トンマージ超絶かっこいいじゃないですか。彼選手会の、あの、なんか理事かなんかもやってますよね。あの、世界の。フィフプロの、フィフプロだっけ？うん。3粒同じ時に飲んだ方が効果ある。いや、まあそんなでもないですけど、まあ僕は、まあ夜がいいんじゃないですかね。夜がいいと思ってますけどね。自分の。なんでレアルマドリードのオファー断ったんですか？いや僕ね、やっぱね、あんま海外、まあ白いユニフォームよりも赤いユニフォームの方が似合うんじゃないかなって思って、僕ちょっと断ったって感じかな。うん。もういいじゃないですか、毎日同じ時間に出るの。あ、カプセル苦手。おー、プロテイン。まあでも入ってる量は、40g、一食40、一回 40g ってなってるんですけど、まあそれに対して一粒ぐらいの分ですね、入ってるとしたら。すごい。いつも便秘。あ、そうなんですよね。あの、がんの方なんかも含めてそういう風なお話も聞いてるんで、まあ、あの、ね、もし興味があれば試してみてください。仕事上毎日30回アルコール消毒。そうだよね。あの、でも二木先生っているじゃないですか、いつもテレビに出てらっしゃる昭和大学の。もう30回ぐらい手洗い必ずしてるって言ってましたね。YouTube で流行りのモーニングルーティーン上げてください。お、あのね、YouTube でね、流行りのモーニングルーティーン、小野伸二の動画見ました。伸二さんの回ってことかな。あれね、出会いを話してるんだけどね。あの、そう、本当は伸二さんのプレイについてね、もっといろいろ話すことはできるんだけど。うん。いや、うちの娘がさ、動画の編集をできるようになり始めてきていて、小学校5年生なんだけど、ちょっとバイトしてもらおうかなと思って。うん。断り方かっこいいでしょ、レアルをね、断った時に。ちょっと僕はね、あの、やっぱ赤ね、欲しいじゃないですか。うん。あと何年後にレッドの社長になるんですか？うん。どうだろうね。うん。45歳ぐらいに。45、6、7ぐらい？一回3粒だと思ってしまう。あ、いや、3粒なんですよ。3粒なんですけど、うん、3粒なんだけど、まあ、2粒でっていう人もいらっしゃると思いますね。腸内環境を整えるのに良いヨーグルトの種類を教えてください。毎日違うヨーグルトを食べてくださいっていうのも一つ。あ、そうですか。いやいや、本当にレアルからオファーあったんですか？まあね、ペレスがね。プロテイン飲み始めておならが臭くない。まあまあそうなんですよ。で、オーブにすれば、まあ、ものは試しなんで試してみてください。
治る可能性もまあまああると思います。でやっぱね、プロテインでタンパク質ばっかり結構取っちゃうのがまあそうで、そうなんですよ。筋肉量を増やすためにタンパク質の摂取っていうのをすごく心がけるんだけど、実はバランスよくいろんな、まあ、いいタンパク質といろんな、まあ、ビタミンとか、ミネラルとか食物繊維とかそういったものも取った方が実は筋肉つきやすいんですよ。はい、これは僕らの研究で出てますね、データとして。あ、僕の好きな映画、よくぞ聞いてくれました。僕の好きな映画はアンドリューっていう映画なんですよ。アンドリュー知ってます？サーフィン、スケボー、スノボーどれかしたことありますか？全部知ってました。そう、アンドリューめっちゃいいんですよ。見てほしいな。ロボットが人間になりたいっていうね、そういうやつなんですけど、オイコス、いいですね。サプリ効きすぎたら便が緩くなったりすることありますか？まあ、どのあれなのか分かんないですけど、オーブベースは緩い人は硬くなって、硬い人は柔らかくなるとかっていう、まあ、結局腸内環境って整えるみたいな感じでイメージしてもらえるといいんじゃないかなと思いますけどね。愛ちゃん頼もしい。そうなんですよ、頼もしいんですよ。あ、全然いいですよ、毎日違うヨーグルト食べる場合。家族の声聞こえて、今ね髪の毛乾かしてたね、ドライヤーでね。拡散？拡散を飲んでる？何拡散って？拡散ドリンク？何これ？グランマか？拡散？ちょっと後で調べてみます。僕の縦パスモドリッチああまあね、モドリッチよりねすごいってよく言われてたからね。アンドリュー・ナバウトじゃないです。アンドリュー、すぐ、アンドリュー見てください。筋トレする人の一日の食事で、おお、なるほどね。ああ、それ面白いかもね。筋肉つける。プロテインってさ、筋肉つける人のためにあるみたいな感じ言われるけど、プロテインってタンパク質だからね。そもそも。だからまあまあ、必要なんですよね。で、それをじゃあ、例えば、ホエイで取るのか、ソイで取るのか、みたいな。ね、植物性タンパク質の方がいいんじゃないですか、なんて話もあるし。成長剤との違い。成長剤？成長剤って何だろうね。成長剤。成長剤ってことは、あれなのかな？もしかすると、医薬品とかっていう話？医薬品か医薬品じゃないかっていう話なのかな？成長剤。成長剤。そうですね。
成長剤、成長剤の定義って何でしょうね。成長剤なんだろうね、うちのやつもね。ケタさんのサイン飾ってます、ありがとうございます。ただ字が違うんだけどね。モリね、元気だね。ゴルフ始めたい人、まずは打ちっぱなしで練習たくさんされました。いや、僕もすぐコース行きました。でその後練習行くようになりました。握手会のね、予定ありますかって、そうですね、CD 買ってくれたらね。拡散私にやってる。お、そうなんだ、いいんだ。へえ。仕事中に感情だけで話して相手を怒らせてしまいましたら、大人としてまだまだですね。まあそんな時もありますよ、そんな時もあります。それを理解して自分がまだまだだと言えることが素晴らしいですよ。はい、頑張ってください。モドリッチじゃなくてマケレーの方です。そう、どっちかって言ったらモドリッチじゃない俺は。そのアンドリューじゃないね。2013年の名古屋戦の宇賀神が決めたゴールの時の縦パス、そんなの覚えてんの。俺全然覚えてないんだけど。ちょっと待って、本当に？だから、そういうことね、ビオ3とかね。薬局とかでも売ってるようなね、やつ？医薬品なんのあれ。ビオフェルミンね。まあまあ、だからそれが、なんて言うんだろうな。ほぼ一緒ですよ。ほぼ一緒。それを、そういう形で撮ったか撮ってないかっていう話じゃない。裏木の芝と語る会、よかった。本当ですか。凍ったグリーンの攻略法、もうそんなの転がしでしょ。転がさないと無理ですね。4歳児にもプロテインは必要ないです。食事で取りましょう。プロテイン飲むとお腹下ります。うちのプロテインちょっと試してみてくださいよ。まああとはその乳製品がダメっていう可能性もありますしね。それがオホエイとかだったらね。CD？ なんだっけ CD って。 CD 出すっていう話？ CD 出さないでしょ。2013年、名古屋戦？これ
犬のお腹の調子が悪いと、あ、いいんじゃないですか。オーブ飲ませてみてくださいよ。どうなんだろう。でも、ちょっと待って、うん。悪いものじゃないはずなんだけどね。うん。あ、イガちゃん。イガちゃん。アスリートからすると、オートファジーはどう思う？まあ、どうなんだろうね。なんとも言えないね。カラオケなどで歌う曲？休業要請。あ、ミリオンセラーの CD ね。あれ？あれね。モリモリスリムもいいんじゃないですか。うん。橋岡のユニフォーム買ったら。なるほど。ビオヘルミンはケイタさんが出資してもらってる対象製品、製薬の製品。いや、ビオフェルミンは、まあ、もちろん知ってるんですけど、ビオフェルミンは、ビオフェルミンです。対象製薬さんの子会社ですね。はい。仕事で本気で怒ることってありますか？そんな、ないかな。お、鈴木啓太からの縦パスを、お、そういうことね。これ？このプレーってこと？この、あ、いいパスだね。あ、そういうことね。あ、これはいいね。あ、握手会の話ね。あ、ごめんごめん、俺から振っといた話か。ごめんごめん。そう、医薬品は申請が大変そうなんですよ。はい、そうです。ファッションブランドはないですね。抗生剤飲んでる人、そうなんですよね。抗生剤ね、大変ですね。休業要請出ちゃったけど、なんとかでもうね、みんな頑張ろうね。今日はワイン1本、まあ開けたからね。うん、腸内環境と肌の関係性は、はい、ありますね。僕らもちょっとそれは実は、大学さんとかある大手企業、さんとも研究しましたけどね。クレカ支払いね、そうなの言われるんですけどね。ちょっと僕らがね、やっぱそこまでこう大きな会社じゃないんで、ね、対応できたら本当はいいんですけどね。 R1 はどうぞ。 R1 もいい商品だと思いますよ。オーバー抗生物質と併用しても、いや、むしろそれがなぜ抗生物質を飲んでるのかにもよりますね。はい、
入党対象のね方ね、うん、まだね、お酒飲んだ次の日、まだまだなんですよ、ごめんなさい。プロテインで言うとまだ僕らにそこまで体力がなくてですね、うん、僕らはちょっとあのホエイとソイ両方入れてるんですけど、それもあのちょっとね理由があってなんですけどね、うん、浦和の伊勢丹もあまりお客さんいない。あ、そう。アトピーの人を助けてあげてほしいです。なんかね、なんかやっぱ酵素風呂ってあるじゃないですか。僕も先日入ってきましたけど、酵素風呂は結構ねアトピーの方に効くっていうのはね言ってますね。わあ、コロナの専用病棟の看護師さん、いつも本当にありがとうございます。くれぐれもね健康には気をつけて、無理だけはしないでください。あ、うちのあのホエイは乳糖を除去したものを使ってるということです。今製品担当の人間から連絡来ました。1月28日生まれ。お、え、今日ですか。あ、おめでとうございます。酵素風呂すごくいい香りですね。そこのやつは米ぬか使ってるやつなんで、はい。あ、すごい、コロナ専用病棟の看護師さん、本当いつもお疲れ様ですっていう声ね届いてると思うんでね、頑張ってください。じゃあ今日はねこの辺で、マルコス・アスンソンそんなところ来ました。マルコス・アスンソンってブラジル代表だったっけ。どうなん、すいません、ちょっとゲップが出ちゃいました。すいません。マルコス・アスンソンね、あ、うん、うん、はい、ぜひオーブメイクも考えてみてください。アリア・ジャスール、長谷川アリア・ジャスールね、うん、よし、じゃあ皆さんまた明日からも頑張りましょう。では皆さん、お風呂に入って寝ます。おやすみなさい。